カレンさんこんにちは。カンディスティアドル皆さんお久しぶりです。まあ、3日間ぐらいね、動画出してなかったかなと思うんですけども、まあ、この前ツイートした通り、まあ、Wi-Fi の会社を乗り換えて1週間ぐらい遅くなるよということで、まあ、ピング120とかいうね、やばい数字やったんでね、まあ、テニスも全然していないという状況になっているんですけども、まあ、本日からね、数値が早くなったということで活動を再開したいなと思います。で、そこでですね、ここ3日間1ミリもテニスしてない人が久しぶりにやるとどんだけ弱くなってるかっていうのをね、検証していきたいなと思います。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手ネタ2156で、まあ、ミュウエとシャルとジークということで、こんな編成今流行ってんの？ほんま、この3日間で環境が変わってるのかどうか知らへんねんけどさ、これがデフォルトなのか、ちょっと珍しい相手と一発目で当たってしまったのかはわからないんですけど、まあ、とりあえずやっていきたいなと思います。で、まあ、俺がね、テニスやってない間にですね、まあ、このテレシアが情報修正したらしいんでね、ちょっとこの子を中心的に使っていきたいなと思っているんですけども、まあ、なんか SS、なんかオバフローなってない状態で SS ってもう前までやったら何の意味もないっていう状況やったんですけど、それがなくなったっていうのと、あと何やったっけ、なんかこのあれですね、このボタンアナザーアクションやったっけ、これがまあ前まで30秒に1回打てるっていう感じやったのが15秒に1回になったっていうのと、あとまあ SS 打った時の体力回復が前までやったらなんか 50% やったんかな、それが 100% に変わったっていうので強くなったはずです。はい、ちょっと漏れとったらごめんなさいって感じではあるんですけど、久しぶりに喋ってるからね、ちょっとだけ言葉が詰まりそうになって非常に悲しくなっているんですけどもまあ確かにドリーチあんま何も外とかもあんま行ってないからさ、あんま喋ってないってのもあるんやろうけど、まあ結構でも、この相手がどうなるか分からへんけど、てかタワーっていつ終わんの？なんかタワーの終盤俺今レート2200ぐらいで放置しとったんよ。で順位が3000何位とかやったから、もしかしたらもう次の月曜かそこらで終わる感じちゃう？分からへん。あーやべでまあ今日はね火曜日ということで、まあ先週新キャラ来たじゃないですか。ってことは今回はスターガイズ FS ガチャのスピードタイプガチャが来るんですよ。これめちゃくちゃ嬉しい。もうなのでね、まあ皆さんもう貯めまくってて、もう100枚200枚ある人もいるんじゃないですか。僕だって前にね80枚使ったんと、あともう1回80枚ぐらい使ったやつあるんで、多分ね溜まってる人やったら200枚ぐらい溜まってると思うんですよ。で俺はまあ多分20枚ぐらいしか溜まってないんで、結構それはピンチやなと思ってたりはするんやけど、まあ毎日無料分とかもあったりはするんでね、まあそれで当たっても嬉しいなって感じではあるんやけど、俺が狙うキャラはまあ邪神ハルとか、まあ紅玉アスラ、その2人かな。まあ特に邪神ハルとかあれ使ってみたいんですよ。なんせねこのアナゼとか僕結構推しなんですよ。だからテレシアも結構見た目好きなんですけど、てか俺負けそうやねんけど、ちょ待って待って待って。だからまあ結構あの子ってさ、なんかちょっと機械的なというか近未来的な模様の服というかそんなん着てるじゃないですか。なのでねぜひとも当てに行きたいなって感じでもあるんですけど、あそれつながりって言うとね、まあ、この子の見た目めっちゃ好きじゃないですか。でまあ4400円課金するとさ、てかその子強ない？どうやって勝つ4400円課金するとさ、なんかこのテレシアの像っていうのをホームのところに置くことができるじゃないですか。なので、ちょっとそれを買おうかどうか悩んでるんやけど、4400円って高いな、思ってな。ちょっと今悩んでるんですよ。あ、これ今 800% なったんじゃね？でもさ、これ SS 温度取らなあかんねやろ。しかも相手ジャストさ、あれやろ、5回に1回できる確定やろ。それやばない？やばい！ちょ、ほんまに無理、ほんまに無理、ほんまに無理。怖すぎ。絶対来る、こんなん。こうへんのかい。危ねえ。デュースになったわ、マジででかい。だから俺も結構悩んでんねんけど、みんなって結構買います？なんか推しおったら買っちゃう人ですか？それとも私は今まではそんなことしたことはなかったんですけど、推しがおるからみたいな理由で、今までやったらギアスタールーが500個もらえるから課金みたいなのはあったんですけど、まあ最近250ぐらいで確定ないじゃないですか。これからもなさそうな感じ出てるじゃないですか。なのでちょっと悩み中なんですよねだって課金したとしてさ、そのほんまにテレシアの像をもらうためだけに使ってるみたいなもんなんよ。一応まあスターガイゼフェスガチャもさ50ジュエルで10連で、その次も100とかで多分引けると思うんで、だからまあそういう用途としてはありなんじゃないかなと思うけど、やっぱ4400円高いよな。どうしよう結構悩みやねんけど、それは何？ラグくないんかい？ええかたはい、というわけで2戦目やっていきたいなと思います。最低レート2300で、幻想ルチアと MVP フランとシャルロット。うわ、シャルロット絶対流行ってる。誰そんなん広めた最近その動画と、白手リの動画とかも見てへんかったからさ、そのなんか、なんていうの、今何が流行ってるかとかもあんま分かってないんよな。ちょっと誰か教えてくれ。何も分からへん状態や。で、結局さ、このアラジはスロットスキル、封印ついたままやねんな。だからダメージカットとかしても意味ないって感じやんな。うわ、それは下手くそやらかした。でもなんか一応靴に関してなんかダメージカット靴がいいのか、特定した時に体力50回復した靴の方がいいのかっていうのも全然分かってない状況ではあるんやけど、まあ、後々まあずっと戦っていってね、まあ、それは分かっていきたいなという感じではあるんですけど、皆さんの今の定番は何なんですか？多分このね、9打球か7打球した時にさ、まあ、これあるじゃないですか。ダメージがマイナス 75% がそんぐらいするラケットなんですよ、これ。だからまあそれで戦って、かつまあ、できるのであればリーダーも得点時に50回復。で、エンブレムも得点時に50回復みたいにするのがほとんどかなと思うけど、テレシア、今までやったテレシア主軸で戦っていくのはそんなできなかったんですよ。ただ今テレシア情報したことによって、まあ、結構強いらしいんでね、まあ、この子主軸に使っていくのであれば、まあ、リーダーとエンブレムもね、そこまでする価値はあるんじゃないかなと思ってるんで、悩んでる最中ではあるんやけど、他のキャラも使っていくこと考えたらね、ドリンク取得時に SS ゲージプラス 5% とか、そっちの方がね、SS 回転数良くなったりはするんでね、まあ、それ結構悩みどころですよね。まあまあそんなことは置いといて、あと何やったっけな、話そうと思ってたこと。そう Twitter でさ、なんかまあ動画作れないというか、対人戦なんていう、ピンクが高いとね、ラグが起きるんですよ。なので、全然白手にやってなかったっていう感じになっているんですけど、まあ、その間にですね、まあ、白猫テニスで、まあ、結構強くなる方法というか、その上達する方法についての動画、今まで結構出してるんですよ。なんかもう、空振った、マジもう1年前ぐらいに出してるやつもほとんどだったりするんで、リメイク作ろうかなと思ってツイートしたんですけど、まあ、この3日間ですね、ほんとぼーっとしてるというか、ちょっと休息をいただいておりまして、まあ、全然作ってなかったんですけど、僕、もうすぐね、春休みに入りますんで、まあその時にですね、まあいっぱい作っていきたいなと思います。あれ結構労力かかるんですよだからちょっとサボってたって感じになっているんですけども、はい。まあ、特に何をリメイクしてほしいんかな、まあ、普通になんか強くなるにはどうしたらいいですかという、こういうざっくりしたね DM とかコメント多かったりはするんで、まあ、まずそれについての動画出してもいいかなと思うけど、まあそういうまとめたりするのに結構時間かかるとは思うんで、まあよかったらですね、再生リストで白猫テニスに役立つ動画っていうものがありますので、まあ、よかったらそちらを見ていただけたらなと思います。はい、というわけで3戦目やっていきたいなと思います。相手ネットに1650で、新生うつろと緑の王と、まあ、リネアということで、まあ結構最近のキャラをいっぱい持ってるっていう感じでしたよね。まあ、新生うつろに関してはね、もうこのテレシアでね、簡単に対策することができるらしいんでね、まあ、できれば来てくれたらなとか思ってたんやけど、まあそんなことはなく、まあ、緑の王で来ると、まあ、この子な、まあ800% 超えたら低バウンドとかついたりはするんやけど、緑の王に対してなんか攻撃できるようなあれがないような気がするから、どうなんかなって感じもするんやけど、まあ相手のラケットって体力回復するラケットじゃないですか。で、このテレシアっていうのは相手の回復によっても自分の SS ゲージが変換っていう、そのコート上に存在する回復が全部そうなるんで、まあ、結構 SS ゲージ溜まって面白いですねで、かつまあ得点時50回復とかも結構積んでるんで、まあ、結構 SS 回転率は化け物みたいなことになっててやばいよね。ただまあ飛燕が、まあ、800% 超えたらまあ結構早くはなるんやけど、まあ、言うて警戒してれば取れるっちゃ取れるから、まあ、どうなんかなって感じもするんやけど、ほんで取ったれよそれはもうちょい仕事したれよこれってまだ、もう定番ついてんな。ほんまに早なったな。ちょっと空振ったこれもしかしてさ、今 800% がなくなった、飛びついたことによって。ちょっと一回普通に打つ球、あ、なくなった。ここ今境や、今 800% とじゃないの境を経験した俺だってこの前さ、雨降ってないところ境目初めて見っけでちょっと嬉しかったね。それと同じ感覚に落ちてる今。よいしょ、やっと800いった。800いくんちょっと大変やったね今。700ぐらいから800いくの。よいしょ、今まで飛びついたらびっくりするぐらい体力なくなってたんやけど、まあ、それがちょっとなくなったっていうのも大きいですよね。いやー、相手さ、ノコマもせえへんねやろ。そんなんやばくね、決まるんかーいというわけで、まあ3日間試合してないけども、まあ、割と勝てますね。ただまあ今回の俺みたいにテレシアの情報修正とか新キャラとか新規転生解放をまたいでしまうと環境が結構変わってしまったりはするんで、その時はまあちょっとリハビリが必要というか情報収集とかも必要やったりするかなと思うんですけども、まあ、基本的にまあちょっとの期間ぐらいやったらね、まあ、あんまり問題ないことが分かりましたということで、まあ、本日からまた皆さんよろしくお願いします。また皆さんお会いしましょう。バイバイ。